8月14日お盆の休みの真ん中です。はい。で、まあとうとうですね、キャベツを買ってきたはいいものの、まあキャベツが黒くなり始めているので、まあ自炊をするにもやっぱり汚くなるんですよ。やっぱりまあ今はねちょっとこれ分かりにくいけれども、本来ガムテープだけど OPP ですね。OPP でこれ窓を今内側からっすね。今外側からも一応これ内窓用なんで、外側からもコーティングし、もし割れちゃったらその時だよね、あははみたいな感じでやります。なんでこういうことをするかっていうと、まあまずここに、これの IH が来ます。で、IH が来るっていうことは、まあ、ここは一番油とかが汚れるんですよ。なんでこのあとはなるべくその匂いが来てほしくないんですよ。建物の中に充満しちゃうんで簡単に。なのでここに換気扇つけます。で、まあ、窓開けりゃいいかなと思ったんですけど、すごいここ蜂が寄るんですよ。結構蜂の巣も叩き落としたしね、この窓の向こう側ね。これを買った2年前だけど、ここに換気扇をつけて、かつあんまり大きくしたくないですね。隙間風がつらいの で、あとはここに納屋から持ってきた木材をここにバンバンと打ち付けの木材をバンバン打ち付けのそこにですね、このビスを打ち付けて、まあ、バンとやってしまおうかなという感じです。なのでまあちょっと OPP で窓を補強していきますわ。これこの後サンダーで切りますね。刃付け替えて、でサンダーは何の刃がいいかな、コンクリート用のあれがいいのか、それとも切るやつだけがいいのか、ちょっとこれは試しですね。はい、それで、今回は、窓です。窓じゃなくて換気扇を設置しますね。なんでかって言ったら、まあ、一応去年の段階で保健所だっけな、そっちに保健所だったっけな、秋田県庁の中の建設課だっけな、ちょっとごめん、こればっかり覚えてないんだけど、あれだわ。まあ、どっちかに確かね、民泊の申請だった記憶がある。ちょっとごめん、ここ覚えてなくて。で、申請をして、見たんだ。見取り図っていうか、間取り図っていうか、そんな図を書いて、手書きでいいから持ってったんだけれども、なんて言うんだっけな、適切な宿泊施設じゃないみたいなことを言われたわけ。で、それはなんでかって言ったら、本来その換気設備って言っちゃいけないんだよね。だからその換気設備がない。まあ客室にもそうだし、まあ、あとは特にこれ台所の換気扇もね、これ重要で。で、まあ、前回の動画でも僕言ってるんですけど、あれなんよ。ここでこもった油がなんか知んないけど、元あった蛍光灯ら辺にすげえ集中してるんだよね。で、ここ蛍光灯を外して LED の電灯にしたんだけれども、やっぱりそのプラグのところにすごいよ、プラグのところがね、油切ってたわけ。これまずいなと思って、慌てて変えました。まあさすがにその、電線とか VVF ケーブルいじっちゃうとダメなんで、なんだっけな、天井側から来てるやつは綺麗だったわけ。で、問題は、室内側からカチッて、かけてある方ね、要は電線、オスとメスがあって、オスの方ね、下からカチッて入れて回して止めるやつ。あれがダメで、パーツクリーナー、ブレーカーを落として、で、テスターでね、残留電圧っていうのかな、わかんないけど、まあ、それがないの確認して、パーツクリーナーでバーって、一応油を落として、やってます。オスの方ね。なので、まあ、結構ね、ここ、換気をしないとね、炒め物とかね、匂いこもっちゃうからね。そこら辺がちょっと構造的にというか、そもそものデフォルトの状態でね、
台所に換気扇がないっていうのはちょっとアウトじゃん。なので換気、建物の換気をとにかくよくしなくちゃいけないんで、まずあの換気扇をここにつけます。でも窓、これね、意外と頑丈なんですよ、もともとついてるやつで。で、なんかね、変なガラスとね、割れやすいガラスと、なんだろう、半プラスチックみたいなやつで、結構しなるんだよね。で、結構ね、ここの台所ガラス頑丈だから、まぁ、ちょっとここを使うつもりで、あの、サンダーで切るだけにしましたね。はい。で、まぁ、これから、使います。ここを、まあ、この黒い枠をサンダーで削ります、では切ります。で、これ内側につけるか外側につけるかなんだけれども、まあ大体この窓枠につけますね。で、この窓枠っていうか、まあここの窓はまあ打ちっぱなしですね、封印です。もうボンドで固めちゃいます。なんでまた、これをここにこう打てば、まあ入るということなので、まずやっていきますか。はい。で、どういう風に取り付けたかっつったら、もう一旦そのガムテープとか OPP を窓ガラスに貼って、なんだろう、空き巣みたいにこうバリンってやるわけじゃないんよね。でもこれ頑丈だったし、窓ガラス自体がね、結構使えるんじゃないかって思ったから、まあまずはその換気扇の寸法だよね、そこに合わせて木をですね、あの、合わせてしまおうかなって思ったんだよね。で、そこをビスで止めて、換気扇をビスで止めれるようにして、それでですね、あの、換気をするところですね、あの、スイッチをカチャって引くと、あの、裏の換気扇がパカって開くじゃん。そこの寸法、まあ、20センチ×20センチの正方形で、正方形の形に、窓ガラスをサンダーで切って、そんでそこにパコって、はめる、そういう感じの設置をしています。まあ、本当ね、この時は体しんどかったからね。なんだろうな、まあ4月に帰ってきて、3月かに帰ってきて、あの風除室がね、雪で潰れてて、そっからだったから、まあ息つく間もなくだよね。本当にそんな感じで始まったのが今年で、まあようやくプレオープンまで無理くりね、こぎつけてます。で、まだね、憎き領収書というものがあるんだけれども、まあ、それをどうするかでね、事業主貸しまで入れようかどうかを超迷うけどね、まあ、一応ね、どれくらい無駄遣いをしてるのかっていうのを見たいから、そこまでまあ一応やってみようかと思うけどね、まあ、ちょっと出稼ぎが近くなってきたら、まあ多分省略するんだろうけども。でもまあな、この換気扇で、まだね、すごい課題があって、換気扇とね、これ水道があるんで、あの凍結防止用のヒーターの電源なんですよね。これまた来年あの一緒に手伝ってもらわないとねっていう感じでかなって感じです。あ、ちなみにここの工事とかって、あの資格持ってる人と一緒にやってるんで、その人にも頼りっきりでした。いかんせん僕がその電工にし持ってないから一人でできないんですよね。すげえ、これ臭いな、切れるいうよりかは溶けてるわ。でもまあ割れて飛び散らないから、まあいいかみたいな感じですと、耳に飛び散るのは痛いけど、まあ頑張ってよ。はい。で、なんかね、ガラスじゃないっすね、このなんだろう、窓に入ってるガラスは、なんだろう、若干なんだろう、プラスチックなんですよ。だから切れるじゃなく溶けるんですよ、サンダーで切ると。なんだろうな、この材質って思いながら、まあ、切ってますね。でも、これちゃんとね、垂直に刃を入れないと、振動が周りにガラスにビリビリビリって入って、亀裂入って割れちゃうんですよ。だから、これもまためんどくさく、まあ、そんなめんどくさいんだったら、もう、バチャンって割って、そこに格子かなんかつけて、なんだっけな、換気扇つけたらいいんじゃなって思うけども、それだとね、窓が広いから、結局そこの窓をガラスを割ったら割ったで、また板当て込まなくちゃいけないんよ。で、それがめんどくさくてね。だから多少面倒かもしれないけど、そうやってまた
ね、換気扇のサイズに窓を塞がなくちゃいけないっていう手間を省くためにも、まあ、めんどくさくこうやってサンダーで切ってますね。てかこれね、切れるよりかは溶けながら切った感じですね。ちょっと細かくひびは入ってますけど、まあ、やってみましょうか。外から切るか。はい、じゃあぽっかり穴開いたのでちょっとこれはめてみようか。まあこれね、多分ねぴったりじゃないんだよね。なんか知んないけどね、最初合わないけど何かをやった記憶ある。そんでなんか無理くり合わせた気がする。小さかったからもうちょい切りますわ。確かね、上のね、上に当てたあれがあるよ。バーっていうか、あのたるきかな。あれがね、あれのたるきの分、あのダメだ、あのちょっともうちょい下に切んなくちゃいけなかったんですよね。まあそれでもまあいいかって感じです。でなるべくあの換気扇の周りをビタで仕上げたかったわけですよ。なんでかって言ったら、やっぱりこの家の問題として気密性なんですよ。で、あとは二重窓なんですよね。ほんと二重窓。で、換気扇をなんかフードタイプじゃなくて、もうこれバリバリ、換気扇自体がその外と通じてるから、冬場寒いんだよね。台所からめちゃくちゃに冷えてくるわけ。当たり前だけど。で、台所ここが冷えるっていうことは、あの水道管がね、凍るリスクめちゃくちゃに高くなります。なので、それを避けたいわけよね。でもまあ、ここに、このタイプの、あの、換気扇つけちゃったもんだけども、どうもこうもならないから、これはまあ、ヒーター命っすね。だから水道管をいかに凍らさないかっていうことが、冬場の焦点ですね。じゃあ、まあこんな感じだね。いいね。そしてまあコードが中途半端に短いんだな。なのでまあこの周りをですね、コーティングでやって終わりかな。結構ねひびが入ってるから、多分この OPP を剥がしたら多分パリンっていくパターンですね。はい、こんな感じです。なんでちょっと中からポリカでも貼り付けて補強しようかな。それか、あれがある、養生プラダンがあるからあれで補強しよう。まああとここコーキングして終わりですね。はい、まあ今日は全然やる気が出なくて体が重かった。まあもう燃え尽き症候群だねだったとしても、まあなんとか換気扇をインストールしました。はい、やっつけ仕事だけど、まあこれでまあこの窓は打ち止めっていうか打ちっぱなしかな。まあ窓を開ける理由がないからね。まあこっち側は開いてもいいけど、開けるメリットがないかな。うん、すごい蜂が寄ってくるから俺は開けたくない。まあ打ちっぱ、でもまあ打ちっぱなしにしちゃうか。まあ今日はここまでです。はい、まあプレオープンはしたとはいえ、まあこういうところだよね。まあ換気扇ついたからなかなか快適にはなりました。焼肉できるんよね。煙を外に出せるのがでかいし、焼肉の煙は家を汚すんで、まあそんな感じで頑張ってます。バイバイ。